はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、大英雄祭が始まるというわけで、今日は新キャラについてやっていこうかなと思うんですけども、定番の誰を引きに行くべきかやっていこうかなと思います。今回の新キャラ5体いまして、ゴンキル、ナルト、クスオくん、筋肉マン、コブラという感じになっておりまして、限定キャラが筋肉マンとゴンキルで、普通のガチャキャラがその他3体という感じなんですけども、まずね、性能だけで見ると誰が一番強いかっていうのは、筋肉マンですね。その次、コブラんでもってゴンキルで、この2人って感じなんですけども、今回はね、強さイコール引くことをおすすめっていうわけではないんですよね。天井がそれぞれ違うので、まあ一つずつやっていくんですけども、まずはゴンキル、こちらのガチャ引くことあんまおすすめできないですかね。個人的に一番欲しい性能なんですけども、まあでもめっちゃ上級者向けというか初心者の方にはあんまりおすすめできないですかね。まずこのガチャは90連が天井、8250ルビーが天井なんですよね。だからまあ、それ相応の覚悟が必要という感じなんですけども。で、性能的にもね、エラ尖っとるんどすわ。必殺がデバフじゃなくてバフ解除とダメ減なんですけども。まあまあまあ、バフ解除持ってるんで安定した強さはあんねんけど、数値 460% っていう必殺の火力がそこまで出ないっていうのがめっちゃネックなんですよね。もうちょっとここ火力上がってれば強かったんですけどもっていう感じです。で、友情技が必殺変換プチ変換必殺ダメアップデバフ、これはめっちゃくちゃ強い。地味に邪魔プチを4個緑に変換してくれるんで、これは使い勝手めちゃめちゃあるんじゃないかなと、思います。で、特性が高速11個軽減永続攻撃19バフ4ターン目と9ターン目、タップ数プラス1というわけで、まあダブルタップキャラクターなんですよね。ただしかし、ダブルタップってだいたい1枠目にぶち込んで、効果発揮されるキャラなんですけども、このキャラの場合4ターン目、ケットの場合は4枠目に、ダブルタップが発動されるというかなり特殊な、今までで言うたら単ネズ的な感じの、性能になっているんで、使う人が使ったらめっちゃいいんですけども、初心者の方には絶対におすすめできないかな。まあバフ解除持ってるんで優秀なんですけども、やっぱり限定キャラに何求めるかって言われたら火力なんですよね。このゴンキルはね、そこがちょっと劣っている。バフ解除に関しては他のキャラでこと足りるんですよね。普通のガチャキャラ、今現在無課金でゲットできるガチャキャラの中で、まあ、バフ解除持ってるキャラクターたらふくいるんで、その点に関してはまあ代用がめっちゃ効くんですよね。やっぱり今までで言うても、どんなキャラでも代用期間みたいな感じのキャラクターが結構出てきてたんで、そこの枠にゴンキルは入らないと思うんですよね。まあ特性がダブルタップなので、特性が唯一無二感はあんねんけど、でもその唯一無二の特性がめっちゃ使いづらいっていう、性能になってるんで、引くことあんまおすすめしないかなと、思います。僕はめっちゃ欲しいけどね。まあ天井が90連なんで、鉄の心持ってないとちょっと耐えれないんですけどもまあまあまあ、なんか頑張っていこうかなと思います。んでもってお次、100作品突破ガチャ、こちら普通のガチャキャラですね。このガチャ引くことは結構おすすめできますね。先ほどの限定キャラ90連に代わって、こちらは30連でどっちかが出る。しかも今回のキャラ、この2人ともめっちゃ強いんで、だから2250ルビーで強いキャラが出るっていうので、まあ引いてみる価値はあるんじゃないかなとは、思います。で、強さ的にはクスオくん、まあどっちも強いんですけども、使いやすさで言うたらクスオくんかな。っていう感じです。見ていきましょうか。まずはナルト、必殺が430%ダメージ&2ターン40%アップ
というわけで、これ属性味方全体じゃなくてナルトのみがバフかかるっていう感じですね。だからまあ決闘用かな、僕このナルトめっちゃ欲しいです。んで友情技が6000回復挑発4ターンのバフと、これは完全にイベント用、今後使えるダンジョンめっちゃ増えてくるんじゃないかな。挑発っていうのは相手の攻撃がこの挑発を付与させたキャラクターのみに飛んでくるという性能ですね。アクションゲーでもよくあるタンクキャラに攻撃集中させるみたいな感じの性能ですね。はい。で特性に関してが、高速急降軽減&敵に攻撃タイプがいるとき永続 50% アップ、特性が尖りすぎてる。相手が攻撃タイプやったら 50% もアップ、半分も、バフがかかる。しかも必殺打ったらさらに 40% アップされますから、合計 90% えぐいんですよね。火力すさまじいんじゃないかなと思う。ただしかし弱点としては攻撃タイプじゃなかったらバフがかからないというところがまあ重要なんですけども、まあでも必殺でねバフがかかるんで、別に特性がバフなしでも、まあ、代用は効くんじゃないかなという結構優秀な、キャラになっておりますね。はい。んーでもって、お次クソー君、クソー君の方が使いやすいんじゃないかなと思うんですけども、必殺が、439%&対象が、攻撃タイプ、攻撃力アップバフの場合 20% のキラーと、んーで、弱体化 37% というわけで、うん、いいですよね。弱体化持ってるキャラクターってイベントキャラクターでも優秀なキャラクターめっちゃ多いし、しかも火力が 459% となかなか火力出るので、まあ優秀なんじゃないかなと思います。弱体化っていうのは相手が受けるダメージが 37% アップされるという、だから3割増しになるというそういう性能ですね。で友情技が、プチ変換&バフ、これは完全に決闘向けですね。決闘やらへん人からしたらいらん性能にはなってます。んーで特性が、呪い短短縮 &19% アップというわけで、2人ともめちゃめちゃ優秀なんですよね。まあ必殺で強いのはまあどっちやろな、イベントではクスオ君、決闘ではナルトっていう感じかな。で友情技は、決闘ではクスオ君、イベントではナルトっていう感じなので、ちょっと両方ともね偏った、こいつが決闘こいつがイベントっていう性能ではないんで、その辺がちょっとあれなんですけども、まあでも僕はメインで使える決闘キャラクターが欲しいんで、ナルトめちゃめちゃ欲しいですね。30連でどっちかが出るんで、これはぜひとも一発勝負頑張ってみようかなと思います。そんでもってお次筋肉マン、この筋肉マン引くこと一番おすすめしますかね。まあ限定キャラなんで90連が天井なんですけども、天井する価値は僕めちゃめちゃあるんじゃないかなと、思います。見ていくんですけども、まずは必殺、敵単体ね 480% ダメージ&裂傷にするというわけで、今回初登場の裂傷という状態異常なんですけども、まあこれどういうことかというと、継続的に与えるダメージ、まあ言うたらポケモンで言うところの毒毒みたいな感じですね。そんで自身の属性と同じ色のプチをつないだら2万の追加ダメが入るというわけで、筋肉マン赤属性なんで赤プチを割ったらこの裂傷ダメージに2万が追加されて3万6000が入るという感じの性能になっているんですよね。これはねイベントではめちゃめちゃ使える、必殺を打たへんターンでも最低で1万6000入るという結構優秀な性能になっているし、決闘ではどうなんかな、まあ2枠目にぶち込んで必殺5個ありして裂傷ダメージ、1万6000かける5やから8万ダメでしょ。でその、3、4枠目で、属性を一緒のやつ割ったら2万追加されてっていう感じになるんですかね。これ必殺1個につき適用されるかどうかわかんないんですけど、もし適用されるならば合計で18万ぐらいは、そのターン入るんで、3ターン目4ターン目で18万でしょ。んーで、2ターン目の付与させたターンで8万、合計40何万ぐらい入るという性能になるので、
まあめっちゃ火力は出るんじゃないかなと思います。まあただ今回から初登場のキャラクターなんで、性能なのでまだちょっと未知数ではあるんですけども、未来は結構あるのではないかなと、思いますね。んーで、友情技が優秀。必殺変化のプチ変化の弱体化。必殺と弱体化がハッピーセットっていうのはマクドもびっくりなんですけども、これね、アルティメットご飯で以前登場した性能なんですけども、めっちゃ強いんですよね。だいたい弱体化って必殺かレジェンドで付与させるんですけども、それがね、友情でしかも必殺変換が付随してくると、しかもプチ変換もついてくる。これはね、団結でも使えるし、決闘でも使えるし、もちろんのごとくイベントでも使い勝手はめっちゃいいので、これはね、欲しいですね。はい。でもって特性がプチ無効ターン短縮&バフ&生成数軽減と、まあ、安定した特性という感じですね。この筋肉マンはね、どこ取っても優秀なんですよね。必殺友情特性、捨てるところがないというびっくりなんですけども、まあこのキャラを一番引くことをおすすめしますかね。性能的にも一番強いんで、ぶっぱする価値はあるんじゃないかなと、思います。お次、コブラ。このコブラに関しては性能2番目に強い、筋肉マンの次に強いと思うんですけども、ガチャを引くことは一番おすすめできません。まあこれ後で、ご紹介しようかなと思うんですけども、性能が460% ダメ&弱体化ボロ解除&必殺ダメ 25% アップ。めっちゃ強いんですよね、必殺が。まあ、460% という、まあ、火力がどぎつい。弱体化ボロ解除、この状態以上ボロ解除するっていう性能ね、めっちゃ強いんですけども、限定キャラでもいるんですけども、それが普通のガチャキャラで出てきたというめっちゃ優秀んで、必殺ダメアップ。これ、決闘でめっちゃ使えるんじゃないかなと思いますね。そんでもって友情技。友情技は決闘に特化している性能なんですけども、ハートプチ全破壊&サポート対象のバフ&感電ターン短縮。これは強い。めちゃめちゃ優秀。これめっちゃ欲しいねんな。めちゃめちゃ欲しいんですけどもっていう感じですね。んで、特性が、必殺ダメアップ&プチ変換と、まあ、安定という感じですね。必殺友情がバカほど強い。マジで欲しいんですけども、このガチャ、天井がね、50連なんですよ。4250ルビーね。そんで、まあ、3回目4回目はピックアップキャラが確定という感じなんですけども、そのピックアップキャラなんぞというのは、これコブラ、ダークシュナイダー、前田タイソンというわけで、コブラ以外にも2人いらっしゃるんですよね。だから3回目4回目で3分の1を引かなくてはいけないんですよね。ここがね、憎いところ。だからもし3回目4回目で3回目でコブラ当たったら、もちろんのごとく勝ち組なんですけども、まあ3分の1なんでね、まあそこギャンブルすんのもいいんですけども、怖いっていう人も中にはいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。そんで天井が50連なんですけども、50連4250ルビーを引きに行くほどの価値はあんまりないんじゃないかなと思いますね。僕はめっちゃ欲しいんですけども、ただ4250って限定キャラの半分のルビーですから、それはねちょっとコストかかりすぎな気がするんですよね。それやったら30連で抜いておきたい。30連やったら救済なんですけども、ただね、他にピックアップキャラクターがいるんでっていう状況なんで、そこ手堅く行きたいならば、これは一番引くことはおすすめできないかな。ギャンブルすんのは全然いいんじゃないかなとは、まあ思うんですけどもって感じですかね。はい。っていうのが、今回の新キャラの、評価でした。おさらいしておくと、一番おすすめするガチャは筋肉マン、性能的にも一番強いんでおすすめ。
そんでもって次は、普通のガチャキャラのナルトとクソー君、このキャラ2人でも優秀ですし、30連でどっちかが出るんで、まあコストも低いし、まあ引いてみる価値はあるんじゃないかなと思う。その次ゴンキル、まあ性能ちょっと尖りまくっているんであんまりおすすめできひんねんけどっていう感じ。でコブラ、コブラは性能クソ強いんですけども、ガチャが憎すぎるんで、あんまりおすすめできないっていう感じにはなっております。まあ参考になったかどうかはよくわかんないんですけども、まあなんかよろしくお願いします。